はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。先週末、金曜日と、ね、日曜日が動画出せなくて、土曜日はラジオ出したんですけど、少し、ね、途切れてしまって、すみません。今週から、ね、また、バリバリと出していきたいと思いますので、楽しんでいっていただければと思います。今日はですね、腰痛に関してのお話をしていきたいと思うんですけれども、腰痛って以前もね、ラジオかな、違う時にも話したかもしれませんが、腰痛ってね、原因がわからないものが結構あるんですね。でその中に、心の問題が、原因になって腰痛になっているっていうケースもあるので、今日はですね、その心因的腰痛、またはねストレス性腰痛なんていうふうにも言いますけれども、それの可能性があるかどうかね、チェックリストでチェックしていってみようかなと思います。今日やるチェックにより多く当てはまる方は、ストレス性腰痛の、可能性がね、考えられるかなと思いますので、まあ、そのストレスの対象のものをね、うまく対処していくっていう必要がありますね。とりあえずまずチェックからいってみましょう。はい、画面にチェックリストを出していきますので、いくつチェックがつくか、見てみてください。こんな癖のある人はストレス性腰痛かもしれません。まず1つ目、痛むのが怖くて腰を反らすことができない。2つ目、腰痛が治らないのか不安がある。3つ目、痛み止めを飲まないと痛みは収まらないような気がする。4つ目、たまたま痛みがない時があるだけで、基本的には腰痛がある。5つ目、痛みがつい顔に出てしまう。6つ目、仕事などの大事な用事を腰痛でキャンセルしたことがある。7つ目、遊ぶ予定などの楽しい予定も腰痛でキャンセルしたことがある。はい、いかがでしたでしょうか。チェックが多くつけばつくほど、心の原因で、腰痛になってしまっている可能性が非常に高くなってきます。結構ですね、考え方みたいなところから、ストレスがかかってしまってね、心因的腰痛っていう風になってしまうケースもありますので、結構ひどい方なんかだと、精神科と整形外科が連携してね、腰痛改善に取り組んだりっていうこともあるようですね。で、ケイトの場合はなるべく日常的にね、あるストレスから、解放されるように行動していくといいのかなと思います。もちろん、どうしてもね、逃れようのない場合もあると思うんですけれども、腰痛が治らないとか、腰痛に不安を持ってる状態じゃなくて、まあ、腰痛に対して何かアプローチをしてる状態の時の方がね、頑張ってるんだっていう気持ちになれますし、あとはですね、よくお話ししてるように、何かを我慢してるとどうしてもね、ストレスが溜まってきます。で、もちろんね、体のことを考えて食事とかね、我慢しなきゃいけない部分もあるかと思うんですけれども、でも我慢のしすぎはね、こういうことにもつながるので、ぜひね、腰痛改善のエクササイズ、ストレッチも、それから、日々の食事コントロールとか運動も楽しみながらやるっていうのがね、一番かなと思います。まあ、いろんなアプローチの方法があるんですけれども、やはりまず第一は楽しくやるというところをね、心がけていただければと思います。はい、ということで今日はね、ピークはちょっとお話お休みになりましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。出番あっていいんだけどね。また僕もいっぱい喋りたい。